レッツプレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回は春が来たです。ハモリの楽譜も用意しましたよ。では早速始めましょう。この曲は明治11年生まれ、鳥取県でお生まれになった岡野定一さんの作曲です。岡野さんは数多くの唱歌を作られた作曲家ですね。皆さんもご存知、ふるさと、春の小川、おぼろ月夜、もみじなどもありますよ。ワンソングしのぶえ、春の小川でも岡野さんをご紹介しましたね。演奏する前には、まずは曲のイメージをつかむということをしています。春が来たは、厳しかった冬を越え、待ちに待った春が来た喜びを素直に歌っていますね。嬉しいですよね。ワクワクしますよね。春のポカポカ、幸せですね。花が咲き、鳥が歌う。野にも山にも色とりどり、春爛漫の訪れです。春の息吹を五感でたっぷりと感じつつ、春の楽しさを演奏に反映させましょうね。さて、演奏するポイントとしては、やはり明るく活気あふれる音色で吹きたいですね。では、1音ずつ見ていきましょう。一拍は、表拍と裏拍で構成されています。表拍を白丸で、裏拍を黒丸で表しましょう。優しく入る場合の表現方法の一つに、裏拍で息のスピードを速くして山を作る息の表現方法があります。裏拍で山ができるので、私は裏山と呼んでいます。また、元気よく入りたい時などには、表拍から山を作る表現方法を使いましょう。表拍から山なので、表山と呼んでいます。この表現方法をもっと詳しく知りたい方は、ワンポイントしのぶえその36、表情の付け方、裏山、表山の中で詳しく説明していますので、参考にしてください。楽譜に戻りますね。1行目の第1音目、始まりの音ですね。この曲は元気よく吹きたいので、その音は表山で入ります。表山演奏のコツは、裏拍までしっかりと意識をするということです。1音目のソに特徴的な表情をつけたのに、そのままの音量で、ミーファを吹いてしまうと、その音が目立ちませんね。なので、優しく吹きます。優しくとは、息のスピードをゆっくりに。音の強弱は、息のスピードで変化させますよ。息が速いと大きくなり、遅くすると小さな音が出ます。この息のスピードを変えることで生まれる音の強弱を使って、裏山、表山にも変化をつけたいと思います。こちらの図を見てください。今回は大きく3つに分けてみましたよ。息のスピードが遅い場合、少し
早くした場合、早くした場合の3つです。息のスピードを遅くすると小さな音、つまり小さな山ができます。息を少し早めると先ほどより少し山が大きくなりますね。息を早くすると山が大きくなります。わかりやすくするために、遅い息を細線、少し早い息は太線、そして早い息は極太線で区別しますね。これを踏まえて楽譜に戻りましょう。一行目から見ていきましょう。ソは表山の小山。ラは裏山で小山。そのまま表山の中山でソにつなぎますよ。これによって一小節目のソの音よりより伸びやかに聞こえます。そしてドは中山の裏山から表山につなげます。流れるように吹くのがポイントですよ。ここはタイで一拍半伸びていますね。ここが山の頂点になるように裏山からぐーっと押し出すように伸びやかに吹きましょう。では吹いてみますね。二行目最初のソは表山の中山。四拍目のソは裏山で中山。そのまま表山の大山でドにつなげますよ。これによってより伸びやかに聞こえます。ここは全体的に盛り上げたいところですよね。そして最後。みを大山の裏山で、そのまま大山の表山でレにつなげることで、とても伸びやかに聞こえます。三小節目のソをあえて優しく入ることで、ここがより生きてきます。では吹いてみますね。わかりましたか？さあ、音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は前奏3小節。1番、2番。そして繰り返し4小節です。まずは1番を私が吹きますので、2番目から入ってきてくださいね。Thank you.
できましたか？次はハモリの楽譜です。表山、裏山を4箇所入れますね。いずれも大山で伸びやかに吹きましょう。1行目の4小節目。し、らは2拍分使って表山。ここは3拍目を裏山で入り、表山でらに大きくつなげます。ここも3拍目が裏山です。メロディーとともに盛り上がりましょう。今度は実際に二重奏してみましょう。1番はメロディーをユニゾンで。ユニゾンとは同じパートを一緒に吹くという意味です。2番、私はハモリを吹きますので、皆さんはもう一度メロディーに挑戦してください。2番目もメロディーなので、4小節のリピートはここからですよ。うまくハモれるかな？吹いてみましょう。では、パートを交代しましょう。1番は、やはりユニゾンでメロディーを吹きましょう。2番。今度は私はメロディーを吹きますので、皆さんは、ハモリの楽譜に挑戦してください。なので、繰り返しは、ここからとなりますよ。では、吹いてみましょう。Thank you.
できましたか？一緒に吹くと楽しいですね。演奏方法に気を取られ、一番大切な春のワクワクを忘れないように。さて、次回のレッツプレイワンソングしのぶえは、おぼろ月をお楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。